加盟美術館とは、宮城県仙台市青葉区五郷に所在する展示施設。愛称は、ギャラリークプクプ。旧名称は、加盟記念展示館。加盟美術館が入居する、加盟一橋ビル仙台を拠点とする総合商社加盟の創業90周年を記念して設立された、財団法人、加盟社会教育振興財団の事業の一環として、生涯学習と、 社会教育の振興を目的に1994年9月7日に、加盟一橋ビルの6階と7階部分に、加盟記念展示館を開館した。主な展示物は、加盟から寄贈、帰宅された絵画や彫刻作品のほかに、前川名会長で、加盟社会教育振興財団理事長の加盟文蔵の超コレクションや、前川名社長で、 仮名社会教育振興財団理事の仮名アキラの小岸コレクションの一部が展示されている。2011年11月に仮名美術館に名称を変更した。16万頭を超える仮名文像の超コレクションのうち、約4000種1万4000頭が展示されており、標本が世界で3頭しか存在しないメスのアロッティトリバネアゲハも日本で唯一収蔵、展示されている。 蝶の標本の他にも甲虫類の標本1300頭や100種類以上の蝶の羽を使用して作られた宇宙参加が展示されている。亀井明後が戦前の有名個人の古作けしを中心に収集したけしコレクションの一部が展示されているほか、けしの絵付け体験が模様されている。亀井が収集し社長室などに展示されていた絵画や彫刻作品が寄贈。 帰宅され展示されている。浅井正、安井宗太郎、藤田次といった日本の近現代の具象絵画を中心に、洋画や日本画、水墨画、彫刻などが展示されている。ありがとうございます。